乳酸は神戸市北区にある標高514メートルの山、標高50山の一つ。乳酸系、または乳、大尺酸系に属し、六甲酸系と共に六甲酸地を形成している。乳酸系とは言うものの、最高峰は乳山ではなく、596メートルの地後が墓山である。乳酸は神戸総軍ができた後に隆起し形成された。 この山頂には、入神社があり、ニュー姫を祀る。このニュー姫は、五越より都来した水銀工業を制業とする誕生誌の氏神である。戦前までは、に、宇山と呼ばれることもあった。誕生工領によれば、摂津無古軍の入神社は、縁儀式内者ではないものの仏教伝来以前に、遡る古社で、神技師には、入姫神社と記載されていることから、 はり国風土器に登場する、神宮皇后が白木へ進行した際に、武器や船や衣服に、水銀の原稿である赤土を塗れば戦勝するという、信託を得た神社であるという、前述の入神社はかつて名誉寺の陳述者であった。入山演起頃によれば、名誉寺は、九だの西王の王子堂男行者が、道東伽藍十数棟を建立したのが、始まりとされる。 東に混流した奥の院には、盆大借店が安置されたため、大借んと称されるようになったという。病用時の回帰がいつ頃かを伝える文献は、発見されていないが、遺物からは少なくとも、奈良時代には寺、または修行場として存在したと推定される。平安時代末期になると、平野清盛がこれを復興させ、福原家の臣吾として、清吉さんの御言言を誕生してから、 三能権元と称されてきた。山上には、ニューヤが築かれ、天正七年には、三木城の別所氏に味方したことから、橋場秀吉の焼き打ちに、愛数千人の僧、地獄が称し地獄が、墓山や花織さ山の名前はこの時の悲劇の伝承による。その後、秀吉自身によって、寺は再興されたが、明治維新後は、廃物希釈で廃寺。 同男行者の自暴であった、船井坊だけが当時残っていたという、筑原千年家とその周辺、別所一族の工房、万州太平記と三木河川91から96ページ。ありがとうございます。